ムーロム市の紋章ムーロムは、ロシアブラジーミル州の歴史ある都市。モスクワから東へ、約300キロメートル、丘側の砂岸に沿って市街が広がり、モスクワと火山を結ぶ鉄道が通る。人口は126,901人。詳細は、ムーロム公国を、参照旧世紀、東への進出を続けていた東、スラブ人は、 フィンウゴル系民族のムーロマ人が主に住んでいた岡川下流のこの地にまで達し、スラブ人の最も東になる集落を築いた。ロシアの元初年代期では862年の段階ですでにムーロムが言及されており、ロシアでも最古級の都市といえる。900年頃にはボルガ川中流にある国ボルガブルガールから岡川を経てバルト海へ伸びる、 公益路の中継地であり、モルドビン人やムーロマ人などが住んでいた。この頃から、キエフルーシの勢力圏に入った。丘川の岸には、木の壁と十一の塔が囲むクレムリンが建っていたが、18世紀のエカチェリーナ2世の地世に取り壊されている。1010 10年から1393年までは、大勢の公がととし、1097年には、ムーロム公国が成立している。 ムーロム公国以前には、キエフ大公ウラジーミル一世の息子、グレブが統治しており1015年に暗殺されたが、1071年には、正教会により兄ボリスと共に劣勢され、聖ボリスとグレブの名は、ロシア各地の聖堂や、修道院に冠せられている。またその後には、チェルニゴフ公国のスビアトスラフの息子である、聖コンスタンティン公もムーロムの支配者であった。 東スラブの女子史の英雄、イリアー・ムーロメッツもムーロム出身という設定であり、現在では街中に片手で剣の柄を握って上へ掲げ、もう片方の手で十字架を持つイリアーの像が立っている。1393年には、ムーロム公国はモスクワ大公国に併合された。イヴァン・ライテイは、旧世主修道院を訪れ、火山反国に対する自らの勝利を記念して、 モスクワから職人を呼び修道院や町に多くの聖堂を築かせ、今日でも見ることができる。ロシアが無政府状態になった17世紀初頭の動乱時代には、ブラジーミル州の他の町同様、ムーロムもロシア・ポーランド戦争に巻き込まれ、ポーランド・リトアニア共和国軍に蹂躙され荒廃した。この痛手から立ち直るのは17世紀半ばを待たねば、ならなかった。ムーロムは修道院や、 制度だけでなく、工場もあり、金属工場や比較工場、武器工場は、ロシアのツァーリたちから高い評価を受けた。ムーロムの武器工場が、ツァーリのために作った、豪華な武器は、今もモスクワクレムリンの武器庫に展示されている。工業だけでなく、岡側からボルガ川水系への水運の便利な、ムーロムは、商業都市としても栄えた。18世紀末には、 建物の数は552棟を数え、その他18の石造りの聖堂、16の木造の聖堂があり、住民の数は2750人ほどであった。20世紀初頭のムーロム市街1778年には、エカチェリーナ2世がムーロムに市の地位を与え、新古典主義建築や新古典主義の都市計画で、町の建物は一新され、この時代の水道塔や、 商店などの建物は今も残る。1912年にはモスクワとニジニノブゴロドを結ぶ鉄道がムーロムを通り、町は再度発展の機会を得た。建築家、アレクセイ・ビークトロビッチシチュセフの建設したムーロム駅は彼の数少ない鉄道駅の作品の一つである。ムーロムは独祖線による被害を受けなかったため、中世から近世までの古いロシアの面影が残る数。 少ない街となっている。ソ連時代の20世紀後半にも、1962年建設の中世ロシア建築をモデルとした、刺激場など優れた建築が立っている。丘川を渡る渡し船橋のムーロムは、鉄道と丘川、ボルガ川水運の中継点で、高速道路や鉄道でモスクワなど各地と結ばれる。首都モスクワからの近さもムーロムの産業の強みになっている。 主な産業は、機械工業、無線機械、木材加工、食品加工、繊維工業などとなっている。これらの産業は20を超える民営企業により担われ、ロシアをはじめヨーロッパ各地に輸出されている。イタリ生産者女子修道院の大聖堂ソビエト連邦時代に多くの宗教施設が荒らされたが、ムーロムにはなお古い聖堂や建築が多く残る。 旧世主修道院はロシアでも最も古い修道院の一つで、1096年には、チェルニゴフ公、オレグスブヤトスラビチがこの修道院を攻め落とし、ウラジーミル2世、モノマフの息子イジャスラフ・ウラジミロビチを殺した。イジャスラフはこの修道院に埋葬されている。1552年には、イヴァン・ライテイがこの修道院を訪れモスクワの職人に石像の聖堂を築かせ、 囲碁同様の聖堂がここに築かれている。イタリ生産者女子修道院には17世紀半ばの聖堂、修郎、火山聖堂、木造の聖セ,セルギウス聖堂、石の城壁などが残る。生新女福院修道院は、イヴァン来帝の地政に創立され1664年の聖堂が立ち、当地の大たちの遺物を収めている。 この聖堂は、市中心部の救聖主復活聖堂と多くの共通点を持ち、これらより一世紀前の1565年に火山半国の征服を祝って岡川の岸に建てられた聖、コスマスと聖ダミアヌス聖堂は、プスコフの職人らに建てさせたもので、戦闘上の屋根がある点で大きく異なる。そのタムーロム市内の文化施設には、文化宮殿、民衆文化会館、 三箇所の文化会館、文化、歴史博物館、三つの音楽学校、芸術学校などがある。ブラジーミル州立大学のキャンパスやモスクワ心理学、社会科学研究所の司書などもムーロムにはある。ありがとうございます。